ばんは。こんばんは。愛犬つとのしくお出かけチャンネル、ビエモンです。ニコです。今回は先週に引き続き愛知県の東の方にある安城市でちょっと用があるので、はい、そちらの方に向かっています。はい、まあ、前乗りしようってことですね。そうです。はい、はい、ただ今回はまあちょっと用があるのがお昼1時過ぎからなので、それまでにね、せっかくなので山に登ろうかなっていうね。そうですね、登りたくてうずうずしてる人がここに一人そして今回はここにミッキーちゃんがいます。はい、はい、山に登るのは宝来寺山という山ですね。宝来寺山です。はい、はい、まあ、そんな険しい山じゃなくて、もう観光地化されてる山頂近くにお寺がある人気の山ですね。車中泊場所まで時飛ばし3時間ほど運転してやっと車中泊場所に来ました。見てください、これ見てください、寝てます。やつは寝てますよ。ということでですね、私はこれから一人夜食を食べたいと思います。じゃ、ミキちゃんのお水はちょっと沸かしておいて、水飲む。ミキちゃんお水、よかったでちゅね。ミキちゃんはみんお水うちでちゅね。はい、かわいいでちゅね。はい、最近ね、チャンネル登録をした方はご存知ないかもしれませんが、うちのミッキーちゃんです。愛犬と楽しくお出かけの愛犬とはこの子のことですね。夏はね、やっぱりちょっと暑すぎてミッキーちゃんと一緒にねお出かけするの厳しいので、私が一人で山登りをしている動画とか出してたんですけども、涼しくなってきてミッキーちゃんと一緒にお出かけできるようになってきたので、今日はミッキーちゃんと一緒に来てます。そしてですね、この車がキャラバンです。最近の動画でね、軽バンのハイゼットばっかりいじったんですけども、キャラバンがですね、うちのメインカーです。これに乗って旅行に行くというのがこのチャンネル趣旨だったりします。晩酌をしましょうか。アサヒドライゼロ。この車リエモンも運転できるようにはなってるので、まあ私飲んでもいいっちゃいいんですけども、まあやっぱね、車中泊なんでね、いつ何が起きるかわからないので、ノンアルコールビールにしときます。お疲れ様です。3時間の運転お疲れ様でした。キンキンに冷えてやがる悪魔的うまさ。知ってる？何？元ネタは？そう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 、キンキンに冷えてやがる悪魔的うまさ。そこ使わなきゃ。いや、これ本当なんですよ。これがね、車載冷蔵庫。車に冷蔵庫を積んでるんですけども、で、まあ、来る時に食材を買い込んでこう冷蔵庫の中詰めたんですね。そうしたら当然冷蔵庫は中の温度が上がるんで一生懸命冷やしてるんですけども、このノンアルコールビールは冷蔵庫の端っこの方に置いといたんですよ。壁に近い位置に。一生懸命冷やそう冷やそうと思ってるところにこうビールがくっついてたんで、こいつはキンキンに冷えてやがる。半分凍ってるぐらいにね、キンキンに冷えてやがる。ちなみに今ですね、換気扇も回してます。私が指差してる方向ですね、あそこに換気扇がついてまして、一応車の前の方から後ろの方に向かってこうゆっくりと風がね、空気が循環しているような状態です。これが冷蔵庫、これが扇風機、これね、登山の時に使うヘッドライトですね。まあ明日夜登らないんで、まあ、照明側にこれぶら下げてますね。であれ、まあ普通の机に使うようなライト、集中して置いてますんで私の方だけ明るいという、そんな状態になってます。作ってる最中の動画が飛んでしまいましたので、いきなり完成してます。うまそうですね。これをいただきたいと思います。はい、 YouTube 撮影あるあるでね、せっかくこの豆腐を作ってるところの動画が全部なくなっちゃってて私は悲しいです。まあ、ちなみにキャラバンだとこうやって布団を敷いたとしてもギリギリ一人晩酌するスペースがあると。キャラバンであればこう二人別行動が取れるというね、そんなメリットもございます。うまいっすね。相模屋さんのこの豆腐のシリーズがですね、結構いろんな種類があるんですよ。これはあの豆腐サラダにしてくださいっていうやつだし、スンドゥブとか麻婆豆腐もあったかな、まあ、いくつか種類があって、それ自体は本当にね、豆腐が入ってるだけなんですけども、その豆腐がねむちゃくちゃうまい。こんな豆腐あったのぐらいにうまいということでね、最近この相模屋さんの豆腐シリーズは結構ハマってます。あったかいものでも電子レンジで温めればいいだけの話なんで、簡単にできてとてもうまそうに見えて実際うまいというね、非常に重宝してます。相模屋さんの豆腐シリーズね。あげないよ。ミキちゃん、レタス食べる？はい、レタス。うまい。
よかったんだ。もうちょっと食べる。はい。なんかいっぱいこぼしたよ。ところで皆さんはワクチンはもう打たれましたでしょうか。私はですね、これ今撮影してるこの日の、この撮影の5日前に2回目を接種してきました。なので、そろそろ抗体が作られ始める頃なのかなと、そんな風に思ってます。まあ、だからといってね、すべて無罪放免みたいな、そんな感じではないんですけども、まあ、ちょっと安心度は上がるかなと思ってますね。で、ちなみに、よく言われる副反応、熱が出るとか、頭が痛いとか、だるいとか、全くなかったです。1回目の時も全くなくて、他の人の話を聞いてると、2回目の方が、割と辛いというような話を聞いてたんで、さすがに2回目は何かあるんだろうと思ったけども、何もない。強いて言えば眠いとか、いや眠いっていつもだよねみたいな、これワクチンのせいなのどうなのみたいな。モモさんもどうでしたか。1週間ぐらいずっと眠たかった。ワクチンのせいじゃねえだろそれ。いつもやんてなことないもん。異常に眠たかったんだもん。だからいつもやんけそれ。今日は、今日もねめっちゃ眠くてね、もうグラングラン寝てた。私はね一人で運転してました。まあ最初の1時間半ぐらいは何か会話があったんですけども、その後はまあ一人でしたね。なので YouTube を見ながら運転してきました。まあ見ながらって言ったらだけども、 YouTube を流しながら運転してきました。愛犬と楽しくお出かけチャンネル登録者1000人いったのが確かね7月の下旬、7月の27日とかでしたっけ、だったと思うんですけども、まだそこから2ヶ月経ってないぐらいですね。今この瞬間1278名の方に登録していただいてます。ありがとうございます。1000人行くまでは本当に丸々1年、実際には1年4ヶ月ぐらい経ってるのかな、なんですけども、そこから50日ぐらいで278名登録してくださったということですね。200日あれば1000人になると、なのでグッとペースは上がっているということになりますね。これからもお出かけいっぱいしますので、たくさん見てください。ということです、お願いします。明日というかもう今日はですね、5時ぐらいに起きて、で6時にはもう山を登り始めようというそんなことを思ってますんで、もう3時間後には起きなきゃいけないんですよ。なのでもう寝る準備をさっとさっとします。だいぶね室温下がってきました。歯磨いてトイレ行ってきます。おはようございます。何を言ってるんですか。おはようございます。時刻は5時20分ぐらいです。急いで準備していきたいと思います。行くぞ。みきちゃんご飯です。みきちゃん座って待っててね。みきちゃんはい、お手おかわり。はい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 、どうぞ。はい、ではみきちゃん次牛乳です。次歯磨きスプレーなんですが、ちょっと忘れちゃったから、もう今日は歯磨きガムだけ。はい、よかったの、よかったの。はい、ここでですね、今日の朝飯の紹介をしたいと思います。何をなさってますか。お化粧です。ただいまリニューアル講義中なので、ちょっとあまりよくお見せできませんと。はい、肉まんと牛すきまんでございます。あなた何個ですか。1個。何をですか。肉まん。はい、調理方法はですね、至って簡単でございます。どこのご家庭にもあるサランラップですね。まずね、スーッと引き出します。この引き出し方にもちょっとコツがあってですね、引き出すときはこの刃に触れないように、そしてピッと切ってからスッと。で、私は牛すきまん、肉まん、肉まんと。はい、そうしたらですね、これを包みまーす。包みまーす。はい、こうすることによってね、お皿いらず、もうゴミはラップだけということになりますね。車中泊の朝では一番簡単な朝飯です。何分かはわかんないですけど、多分3分ぐらいですね。お茶です。これで70、71円とかかな。今日ね、牛乳忘れてきたんだよね。できました。あちゃ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 。男性と女性の違いで、多分女性は飲み物常温でいいっていう、真夏はさ、うん、冷たいのがいいけど、普段は常温でいいっていう人が結構多い。だからこの
冷蔵庫の需要が変わってくる。ちょ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 何して、冷蔵庫が、冷蔵庫の需要とか大きさが、うん、男性の車中泊と女性の車中泊では違ってくるんじゃないかなと思って。なるほど、うん、食材だけ入ればいいか。あはあはあ、で牛すき間、牛すき間です。はい、ごちそうさまでした。2人でゴミはこんだけ。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。この目隠しをしてある段階でもう着替えなきゃいけないですね。あ、はい、みきちゃん頑張ってますか。空気が変わってますな。初心者マークすごくないこれ。めっちゃ汗かく。いやすごい、どこまで行けるのこれ。